今回の有識者会議では、これまで行った専門家のヒアリングを踏まえ、退位後の待遇や制度設計について議論しました。政府関係者によりますと、退位後は公務を一切行わないとする方針で一致したということです。退位後の公務の在り方をめぐっては、専門家からも原則として関わらない、一切引くのが筋としては正しいという意見が大半でした。また、有識者会議では、 退後の葬儀は天皇として崩御した場合と同じように大葬の礼として行うべきだという方向で一致しました。